壁中と、まあ、爆中は分かると思うんですけど、空中でこう後ろ回りするやつ、一回転するやつ、それの壁使ったやつですね。ちょっと忍者っぽい技です。片足の、まあ、利き足いいや、利き足でこの足つくんですけど、この足つくときに曲げるとこのまま後ろに行くんで、やってみれば分かると思うんですけど、めっちゃ怖がってこうそのまま後ろに飛んでって、一番最初かな、多分僕も最初の時これでそのまま腰を思いっきりぶつけたんで、ここは必ず伸ばすことが重要です。まずじゃあデモで一回やります。って感じで、とりあえずこう足つけて伸ばしてやってもらえればいいと思います。そんなに上に飛ぶ意識ないです。めっちゃ上に飛ぶと逆に怖くなるんで、この時はちょっとこんくらいの踏み切りです。ちょこぐらいです。で、ここまで行ったら着いた時にはもう全部右足重心で、そのままこれを遠くに飛ばすっていうより、斜め下を蹴る感じですね。で、ここ足ついたらそのまま首を返してあげると勝手に行きます。行くんで、僕的に爆中より楽です。僕的に慣れちゃえば、なんか街中でとかやりながらこういうとこでフーとか行けるんで、ぜひともチャレンジしてみてください。マットやってしっかり柔らかいところで、まずはこの足を伸ばして足を当てる練習で、慣れたらちょっと勇気を持って首を返してっていう感じです。では、ありがとうございます。